どうも、つぶらです。前からミュージック FM について話したいなとは思ってたんですけど、タイミング的に絶対に今かなと思うので急遽今動画回してます。ミュージック FM について私の思うことを話そうと思います。昨日かな、セゴリータ三世さんっていう YouTuber さんがミュージック FM のことについて動画を上げていて、その動画の中でミュージック FM を廃止しようっていう署名活動をするということでした。私もその署名活動に大賛成します。っていうかもう署名しました。一応ミュージック FM とは何ぞやということで説明しておくと、音楽を無料で聴ける違法アプリです。そのアプリで聴いたところでアーティスト側には一切還元されないっていう最悪なアプリで、私はそのアプリを違法だと知っていたので、ダウンロードはおろか、どんな仕組みなのかも全くわからないんですけど、じゃあなんでその違法アプリが今も健在してるっていうか生きているのかっていうと、日本のアプリじゃないらしいです。そこら辺の詳しい内容について知りたいっていう方がいたら、セゴリータさんの動画のリンクを貼っておくんで、そっちから見ていただいた方が分かりやすく説明されているのでいいと思います。アーティストだってお金がないと活動はおろか生活もできないし、最近もかなり有名なアーティストさんがお金問題で辞めたりとか脱退とかしたりしてしまっているんですよね。そもそも自分の好きなものとかこととかにお金とか対価を払うのは当たり前だと思ってるんですけど、例えば日常生活の中でもご飯食べたりとか何かサービスを受けたりする時とかにお金払いますよね。私はそれと一緒だと思っています。アーティストに対して一番いいのは CD を買ってあげることだと思うんですけど、例えば学生さんとか金銭的に経済的に厳しかったりする人向けに Spotify とか LINE Music とかが発達してると思うんですけど、それすらも厳しいっていう人は YouTube でも今時音楽聴けると思うし、それで我慢するしかないんじゃないかなと思います。そういう違法なアプリで音楽を聴くっていうことは、言うなれば万引きしていることと同じだと思うし、それを分かっていて聴くっていうことは、本人はそのつもりはないかもしれないんですけど、アーティストを殺す行為と同じだと思います。もちろんその違法アプリだってことを知らずに使っている人もいるかとは思うんですけど、そういう人はもう直ちにアプリを消してほしいです。ていうか消してください。周りに使っている人がいたら消させてください。本当に許せないです。私も一消費者として音楽を広める活動をしている立場っていうのもあって、そういう問題っていうか、ミュージック FM を使っているっていうツイートとかスクショとかが回ってくるたびに、なんでなくならないんだろう、なんでそういうことができるんだろうって思うし、何かしら対策はないかって普段も考えてたりしたんですけど、そのタイミングでセゴリータ三世さんが率先してそういう具体的な署名活動をするっていうことを率先してやってくれて、本当に感謝しているし、実際に今話題になってトレンドにも乗ってるし、すごい方だなと思いました。それに乗っかるじゃないですけど、こうやって音楽を広めたいっていう気持ちがある人間からし、人間っていうか、そういう活動をしているので、少しでも力になればいいなと思って動画を急遽今撮りました。この事実を少しでも多くの人に知ってほしいし、一刻も早くなくなってほしいと思ってます。なので賛同する方はその署名をするリンクを貼っておくので、そちらからぜひよろしくお願いします。もうそういうアプリがある限り音楽の未来はなくなってしまうと思うし、本当に好きなら、本当にそのアーティストとかのファンならお金を落としてください。ちょっとこの動画も急遽撮ったんで、言いたいことがいっぱいありすぎて散漫になってるとは思うんですけど、この現実をみんなにも知ってほしいと思ったし、日本の音楽の未来のためにも少しでも署名活動とかミュージック FM をなくす活動とかに協力できたらなと思ったので動画にしました。ということで今日の動画は以上です。